お月ちお月ちミステリー48研究生の片沢月です。イエイ。お月ちお月ちこんばんは。お月ちお月ち待ってたよ、ありがとう。お月ち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 ゃんお月ちゃんやっほー。お月ちお月ちお月ちうまいうまい。お月ちお月ちお団子ありがとう。31日落選しました。あらららら。大丈夫、次がある次があるさ。お月ちお月ちこんばんは。なんだっけ。花びらありがとうございます。団子ありがとうございます。お月ちお月ちあなたありがとう。さつきちゃんこんばんは。こんばんは。さつきちさつきち。ちら。お団子ありがとう、ハートありがとう。あすきちあすきち、はちちあはちち、おはちち、今日はめっちゃ可愛い、ありがとう。ハートありがとうございます。あすきちあすきち、小籠包小籠包じゃない、小籠包じゃないの。でもね、めっちゃ言われた。そう、幕張で言われるかしら、小籠包。ちらタイソーク着て、この前も言われた、タイソークじゃないんだってこれ、 T シャツ。なんかもうちょっと、もうちょっと離れるか。よいしょ、文字が見えたらどうだ。よいしょ、ジェイン、あとありがとうございます。でもね、遠いとね、これより私が下がる。あ、オッケーオッケー。だるまさんありがとう。おつきちおつきち、こんばんは。さつきちゃんこんばんは。ほんとありがとう、かわいいな、ありがとう。ほんとありがとう。体操服着て、だから体操服じゃないの、体操服じゃないの、ちゃんと文字あるの。こんばんは、こんばんは。おつきちおつきち、さちゃんのクッキー食べたい。いいでしょう、クッキーブログに載せた、めっちゃ美味しい、また作った。おつきちおつきち、ハートありがとう。おつきちおつきち、ちらちら。おつきち、ハートありがとう。花びらありがとうございます。おつきちおつきち、なんだっけ。だるまさんありがとう。今日も美少女加藤さつき、明日も美少女加藤さつきありがとう。明後日めっちゃ楽しみだよ、日曜日か、ありがとう。じゃあ待ってます、ありがとう、ハートありがとうございます。おつきちおつきち、だるまさんありがとう。さつきち、今夜の金曜ロードショー、マジで、へえ、そうなんだ。中日記は見たこと、見たことメンバー、どういうことだ、分かんない。魔女の宅急便ね、いいね。じゃあ次も録画しようかな、魔女の宅急便、宅急便見たい、魔女の宅急便。おつきち、まだ小籠包、そう、まだ小籠包言われるの。そう、おつきち、おしゃれの体操着の格好やん、だから文字なの、文字ついてるの。おつきち、おつきち、紅茶クッキーはどうやって作るのってのはね、うろ覚えさつきのレシピだけど、確かバター 25g、バター 25g、 砂糖 25g、 小麦粉 50g、 牛乳小さじ1、小麦粉 1g をガーって混ぜて固まるから、したらこうやってあの棒状にして、砂糖周りにくっつけて30分間冷蔵庫入れて、入れ終わったら出して6等分、だいたい6等分切って、170度のオーブンで15分とかだった気がします。それで作ってました。小籠包食べるとき注意シャツ。ハート、あ違う、だるまさん、あだ団子ありがとう、ケーキありがとう。人生赤だったんだから違うの、違う、体操服じゃないの。体操服じゃないの、めちゃくちゃ T シャツなの。
大人でもハンバーグ好きだよね。好きだよね。そうそう、昨日の夜ハンバーグ好きです。そう、ママにも言った、大人でもハンバーグ好きだよねって言ったら好きだよって言って、そう、こんばんは、こんばんは、あんた、ありがとう、今日も可愛い、ありがとう、こんばんは、こんばんは、お月ち、お月ち、こんばんは、こんばんは、ハンタ、ありがとう、お月ち、お月ち、こんばんは、こんばんは、お月ち、魔女の宅急便もう何回もテレビでやってるね。そう、おばあちゃんちかなんか撮ってある、魔女の宅急便。お月ち、お月ち、ハートありがとう、キラキラありがとう、お月ち、お月ち、1位の悪夢加藤さつきだからな、あの大丈夫じゃないの、もうなんか割り切るもんね、割り切っちゃうもんね。割り切るもんね、体操じゃないもん。なんかやだ。なんか。あてて。お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 てて。これで体操服言われない。こんばんは。こんばんは。ちゅ。おてて。こんばんは。こんばんは。おしちおしち。レシピ覚えてるのすごいね。そう。レシピね、結構作ったから覚えてる。そう、覚えてます。レシピは簡単だしね、あとなんか順番とかもないから。よいしょ、こんばんは、こんばんは。明日から春休み、そうです、明日から。明日は幕張メッセ、この前サイゼでハンバーグ食べたよ。いいね、グッジョブ。そう、私も昨日チーズインハンバーグでした。おつちち、おつちち、こんばんは、こんばんは。すねた、みんな言うから、そうだよ、もうみんな言うからね。みんな言うから、もう、上に来てやるんだから。おつちち、こんばんは。戯曲ぶんぶん丸。ぶんぶん丸だよ。もうね、上着しちゃったもんね。へ。たれちゃん、ちら、こんばんは。ちら。おつちち、そこはジャージです。また体操区って言われるもん。だとあまり変わらないぞ。変わってます、めちゃくちゃ変わってます。はっ、くしゃみが出そう。変わるもんね。こんばんは、こんばんは、おしちおしちおしち、こんばんは、こんばんは。さつきち、無事に進級の思いを無事に進級したよ。さつきち、多分無事かな、無事かな。そうね、進級しました。でもこんばんは、こんばんは。すごいね、前髪めっちゃ揃ってる。前髪が今日すごくない？ここが直線でも前髪が長いですね。そう、よいしょよいしょ、これはフリフリのやつ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。私ちかっこいい、ありがとう。そう、今日はね、そう、今日が終業式でしたね。明日から春休みです。でも明日2日間幕張行きますね。そう、楽しみね。いよいよですね、いよいよ初千葉。かわいい、ありがとう。さつきち、さつきちだよ。おつきち、おつきち。GC2 へレベルアップ、そうです、レベルアップしました。レベルアップまだしてない、今ロード中。今ロード中、もうすぐレベルアップします。おつちち、おつちち。そう、楽しみだ。何着ようね。そう、おつちち、おつちち。こばは土表はね、まだ見てない。土表土表まだ見てないです。幕張行ったことありますか？幕張は行ったことないです。千葉がそもそも行ったことないから、初千葉幕張です。楽しみ、わっしょいわっしょい。こんばんは、こんばんは、ちらちら。こんばんは、こんばんは。ナウローディング、そう、ロード中です。さつき今
2年生まで。でもなんか先生に春休みまでに1年生の苦手をね克服しないと2年生でね大変なことになるぞってねみんな脅されていたのでね、さつきも2年生は1年生は英語となんかなんだっけ空間図形が本当に苦手なのでやなきゃいけないなと思ってます。千葉は落花生が夢なんだよ。そう、この前の配信で教えてくれた。楽しみです。落花生食べれるかな、楽しみあの国に行ってないんですね。そうです、夢の国に行ってないんですよ。さつき行ったことないの、夢の国おつちちおつちち先生すぐ落とすから。そう、2年生で ついていけなくなるぞって言ってひゃーみたいな。でさつきね英語違う、あ、美術だけはね絶対ね5の自信があるから。だってね、そうテストもねさつきあれなの、あ、クラスの中で一番点数高かったし、で中間も期末もだいたい80点後半ぐらいだし、なんだろう、だしそのなんかね絵描いたのよ、なんか文字絵みたいなね描いたんですけど、それがそうあの教室のねその後ろの壁にね飾ってあったりねしたのでね楽しみですね。でもね3学期は1、2、3学期の総合の評価らしいんで楽しみです。こんばんは、こんばんは。初サーター券、そう初サーター券、そう夢の国行ったことないの、夢の国行きたいです。夢の国行きたいの、夢の国。でも行ったこと、泣きながら配信を見てますので、なんでなんでなんで泣いてるの、あら大変だそう元気出して、元気出して頑張って、遊びに来たよ、いらっしゃい。ケータリング落花生ちょっと食べたいけどね、落花生ケータリング食べたいけどね、置いてあるかも。でも置いてあったら報告しますねさつきさんこんばんは、こんばんは、ハートありがとう。おつきちおつきち、移動中シンデレラジオ見れるかもしれない、知らんけど、知らんのかいそうでもね楽しみにしてます。じゃあシンデレラジオ見れるかな、そしたらさつき初シンデレラジオですね。さつきちどうやら賢いらしい。さつきちね、いやでもそんな賢くないよ、美術だけが得意なんだっけ。だって美術あれじゃん、単語覚えるだけだからあんまり難しくない。おつきちおつきち、東京のね夢の国ですね。言われには場所は千葉県ね、初めてした時びっくりした。おつきちおつきち、新幹線は乗ったことあるよ新幹線はさすがに乗ったことあるけど、夢の国は行ったことない。初千葉です。バブの国行きたいです。作っちゃう、シンデレラ城じゃなくてさつき地城さつき地城作る。ハート、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、はちち、おつきち、おつきち、さつき地城、愛知県の新たなさつき地の国、愛知県に新たなテーマパークができますね。じゃあよいしょよいしょ、なんか気になる気になる気になるよ。おつきちおつきち、こんばんはこんばんは。そうでもね、今日は愛のホログラムのを練習してきたんですよ。ダンス練習してきて、本当に難しいの愛のホログラムダンスがね。そうでも頑張りました愛のホログラムこんばんはこんばんは。おつきち、明日だね。そうです、明日待ってます。来てくれる方ワクワクで待っておりますのでね小籠包型の山がありそうなんか夢の国でもあるよね、なんだっけ、なんとか山みたいな小籠包のアトラクション、なんかあれみたい、スプラッシュマウンテンみたいな感じでいいかもしれないですね。肉汁が出てくる
おつちちおつちちこんばんは、こんばんは、さつきちゃん、お疲れ様です、お疲れ様です。そう、今日は愛のホログラムのダンスレッスン、ダンス、ダンスを練習してきました。難しいの、なんかちょっとバレエっぽい振りもあったり、でもなんかジャジャダダダダのところがすごい力強かったりするからだよね、楽しかったですね。おつちちおつちち、ハートありがとう、こんばんは、こんばんは。でも楽しかったです。そう、難しいの、なんかミヤビームとかめっちゃ得意だけど、得意と勝手に得意だと思ってるけど、多分得意だの、体めっちゃ柔らかいし。そうだ、難しいバレエ系の振り。サスケはバレエを習ってたことがないので。サスケさん、発車何時まで、わかんない、45分ぐらいまでやります。そう、明日に備えてちょっとさつきち早寝するので早寝するので、こんばんは、こんばんは、ハートありがとう、まちちょ、まちち、アイホロにサビのぐるぐる回るの楽しそうあれ、あそこどこだろう、にサビ、にサビ、あー、楽しいよ、えのホログラム楽しいよ、えのホログラム楽しいです。でも振りがね、めっちゃなんて言うんだろう、キャッチーというかね、かわいい、お人形さんみたいじゃないか、なんかこうやってキューって言ったり。そう、でもやっぱ難しいのでね、その分早いし。そう、おつちちおつちちおつちち、明日早起きでしょ。そうだね、明日ちょっと早起きです絶対ハートありがとう、明日のおやつは買ってない、あっちで買う。そう、行くときに買います、明日のおやつは。遠足みたい明日のおやつはね、買いますね。そう、でもね、楽しみですね、千葉。でも朝早いから新幹線の中で寝てるかもしれない、さつき。こんばんは、こんばんは。したらね、もしね、夢の国見れても見れない当日移動するんだね。そうなの、当日移動します、さつき当日移動しますね。だからちょっと明日早いけど頑張る。何を洋服持ってこうか本当に悩んでるの、ずっと。よし、三つ編みしようかな、髪の毛三つ編み、三つ編み、そうそう、綺麗にね、綺麗に。でもさつきね、その花なみたいにね、あのなんだっけ、ヘアアレンジ得意じゃないからあれなんだけど。そう、でも頑張ってます、最近めちゃくちゃ練習してる。ハナナすごいよ、なんかね、ココハンのね、ココハンの髪型やってあげてた。いつの時だっけ、いつの時かやってたの、どこだっけ、愛知スカイエキスポのあれだ、2日目だ。なんかめっちゃさ綺麗でね、そう、え、めっちゃ綺麗って言ったらね、ココハンがね、これね、花菜にやってもらったのみたいな、お団子にしようか。やっぱさ、こうやってさ、三つ編みにしてからこうやってさ、お団子にするやつあるじゃないですか。これね、髪の毛がね、長さあると難しいんだよね、ここ、こうやって、こうやって長さがあるとね、めちゃくちゃね、大きいお団子になっちゃって、さつき苦手なんですよね。こんばんは、こんばんは、三つ編みじゃんね、三つ編みね、でも何かはすると思います。でもカチューシャとハーフアップ以外やると思います。今日のさつきちゃん、なんか大人っぽいかな。そう、大人っぽいありがとう、大人っぽいかな。こんばんは、おやつは300円までね、300円駄菓子屋行ったら無双できますねそう、この前友達と駄菓子屋行きました、めっちゃ楽しかった。なんだっけな、そのサッカーラムネみたいなやつとか、なんか、なんだっけ、やったーめみたいな名前のやつとか、このくじみたいなやつが入ってて、当たればそう100円無料みたいなやつやったりして、めっちゃ楽しかった。あと、なんだっけ、なんだろう、なんかね、チューブみたいなやつの中にね、甘いラムネみたいなやつが入ってるやつ食べたり。何食べたんだ、あのヨーグルトの形のやつ食べました。あれめっちゃ好き、さつき。3つ買って1つママにプレゼントした
あとサワーペーパーって言って、なんか友達の間で流行ってるやつがあってね、サワーペーパーって言ってね、これぐらいの長さのなんかチューイングキャンディーみたいなやつをこうやって買って食べて、もぐ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 って食べて、一番早くその飲み込んだ人が勝ちっていうゲームなんですよ。で、でもさ、さすがに 初めてだったのそのゲームで、友達何回もやってるから、こうやって用意スタートって言ったら、なかなかねペーパー、サワーペーパーがね口の中入らなくてね、それで手こずってね、もご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 やってたんですけど、めっちゃ友達早くてね、めっちゃ負けました、さつき。でもね、めっちゃ急いで食べたから顎が痛くて、その後ね駄菓子全然楽しめなかったそう、顎が痛いって言って、そうだよ、これ顎の痛さを我慢しながら食べるゲームだよみたいなチラッチラッ、こんばんは、こんばんは、あたありがとう。明日幕張が夢の国やん、タネちゃんがいるから、お夢の国らしいです、幕張が。こんばんは、おつきちゃん、おつきち、おつきち、ヨーグルトみたいなやつ美味しいよね、なんだっけ名前忘れちゃったんだけど、そのジャリジャリのヨーグルトみたいな絶対結構みんなわかると思う、ちょっと待ってね、okay. そう絶対わかると思う、なんだっけなんだっけ、小籠包、こんばんはこんばんは、お月ちお月ち、やばい物ですね、やばい物ですねそう美味しいです、さつきと一緒に駄菓子屋行って大人買いさせてあげたい。でもなんかさ、いざ駄菓子屋行くとさ、何買ったらいいか分かんないそう、なんか駄菓子屋行く前はあれもこれもって思うんだけどね、いざ行くとね分かんないんだよね。ハートありがとう。だから小さい頃サワーペーパーめくって、なんだろう、喧嘩したことあるから、でも美味しかったよ、めっちゃ一気に食べたから味分かんないけど、そう美味しかった、顎痛かったけど、でもで友達がもう食べ終わってるから、2人で行ったから、さつき優雅にサワーペーパーを楽しんでましたこんばんは、こんばんは、おつきちおつきち、こちらこちら、あきちょはきちハートありがとう。モロッコヨーグルス、んモロッコヨーグル、多分モロッコヨーグルです、あれ好きなんですよね、美味しい。幕張メッセは広いから迷子にならないようにね、そう気をつけますねえ、そう初めてなのから、こんばんは、こんばんは、モロッコヨーグルのことか、そうです、モロッコヨーグルのことです、あれ美味しくないですか、あと意外と量入ってる、見た目の割に量入ってて好きです。こんばんは、ユーニャマジでハマったんだけど言ってんだけどねおめでとう。で川村塾の生徒だねおめでとう。こんばんは、おつきちおつきち、おつきち、ここにね一人塾生がね誕生しましたそうだから楽しみですね。そうモロッコヨーグル2つ食べてね、そうくじ系のお菓子ね6個ぐらい買って全部やったんだけど、ほんと1個も当たらなかった、くじあれね、やっぱ当たらないよね、当たりませんでした。でもね友達めちゃくちゃくじ持ってて、なんでそんな持ってんのって言ったら、お母さんが一回箱買いしたって言ってて、すごいなって思った。箱買いしてねめっちゃ持ってたくて、わーって言ってこんばんは、こんばんは、おしちおしち、かわいい、ありがとう、応援してます、ありがとう。何十個分の大きいモロッコヨーグルもあったら、知らない、美味しそうそう、でもあれちっちゃいからいいのかな、モロッコヨーグルのスプーンだけしてたけど、それだあれ頑張っても食べれんもんね、こうやってやっても出てこないしそうだから私もね駄菓子屋のね人にね、そうスプーンちゃんと持っていきなーって言われた、忘れてたスプーンの存在だから、あーありがとうございますって言ってそうヨーグル俺のことかまあヨーグルトだもんね幕張広いなら赤ちゃんズで泣かないようにね、そうですね、赤ちゃんズで迷子にならないようにハートありがとう、おつきちおつきち、あ、さや先輩が駄菓子好きなんだよ、じゃあね一緒にね駄菓子屋さん行きたいですねこんばんは、こんばんは、そう駄菓子美味しかった。あとね、あのかば焼きさん太郎シリーズって皆さんわかりますか、
蒲焼さん太郎と何だっけ、わさびさん太郎みたいな、あとのし梅さん太郎と、あとなんだろう、あ、タコズさん太郎みたいなあるんですよ。でなんか蒲焼さんは分かって、まあ、わさびさんも分かるんですよ。でものし梅とタコズ、タコズみたいなやつがね、ほんと食べたことなくて、一回友達とね食べ比べしたんです。ね、食べ比べ楽しかったけど、さすがにやっぱ子供舌なのであれが一番美味しかった。なんだっけ、やっぱね蒲焼さん太郎がね私は一番好きでしたでね、夢みたいなことしちゃった。4種類食べ比べ。こんばんは、こんばんは、ハートありがとう。こんばんは、バブキチちゃん、バブキチちゃん、おつきち、おつきち。赤ちゃん連れになったらお姉さんメンバー助けてくれるかもね。そうです、心強いお姉さんメンバーがさつきたちにはね10人いるのでね10人いるから大丈夫。さつきち12期ではしゃぐメンバーいますよね。12期ではしゃぐメンバー、12期全員はしゃいでると思うよみんなみんなみんな元気、みんな元気です。そう、意外とね、いやあの子ははしゃがないでしょと思って、今はしゃいでるからねみんな花見ありがとう、あちましてありがとう、笑顔が素敵です、ありがとう。こんばんは、焼肉さん太郎も食べた気がする。だって5種類食べたかも。そう、焼肉さん太郎はね、蒲焼さん太郎ね、どっちかって言ったらね、なんだろう、焼肉のタレっぽい味、ちょっとニンニクっぽい、なんか香辛料っぽい味がした記憶がある。こんばんは、蜜入ってて一個だけめっちゃ酸っぱいお菓子好き、あるね、なんだっけ、す、名前が出てこない、あるね、さつきもね、友達がめちゃくちゃそれ好きで、そう持ってました。そうめっちゃ持っててくれるんですよ、あげるって言って。さつき結構甘えどだった、あんまね酸っぱいの当たった記憶がないです。あとあれも買った、なんか友達がこれ美味しいよって言ってね、袋の中になんかカップラーメンの麺みたいなやつ入ってて、自分で砕いて食べるやつがあって、それも美味しかった。あとハムカツ、なんかロースカツみたいなお菓子あるじゃないですか、そのハムカツバージョンがあって、それもなんか気になって買いました。おつきちおつきち、あちちゃあちち、おつきち、実ははしゃぐ12期、そうだよ、みんなはしゃいでますこんばんは、つきちゃん、やっほーやっほー、おつきちおつきち、おつきちおつきち、こんばんは、こんばんは。12期で一番はしゃぐのは最初、鈴、最後、ラですよねまあそれほぼ言ってるんだよでマジみんなはしゃいでますね。おつきち、おつきち、なんだっけ、花びら、ありがとうございます。そうめちゃくちゃはしゃいでます12期だからね、今日もね多分今回も幕張、あー千葉だ千葉だってはしゃいでると思います千葉だ千葉だって言って。甘いか太郎のキムチ味、はーい、あれ私それ食べたことない、知らないよ。なんかいつか全種類制覇したみたいですね、密かな目標こんばんは、こんばんは。そうでもね楽しみです、食べで。そういつかね、いつか全制覇、駄菓子が好きなんですよめちゃくちゃ。でもねほんと小学生、でも6年生の後半から全然行ってないから、本当にね1年以上ぶりの駄菓子屋でね、なんかめちゃくちゃ、そう1年ぐらいしか経ってないのにめちゃくちゃ懐かしい気持ちになりました。めちゃくちゃ行ってて駄菓子屋さん。でもほんと中学生になったらみんなね部活始めちゃって、さつきもね SKA 入ったりとかでね、全然友達と遊ぶことがなくなったんですよ。それでねママとねめっちゃ遊んでたんだけど、そう久しぶりにね友達とね一緒にね、そうそれ休みが合うというか、めちゃくちゃねその子も忙しい子だから、そうだからでもね楽しかったですね。そう久しぶりだった、めちゃくちゃ。こんばんは、こんばんは、おじいちゃんおじいちゃん、こんばんは。12期で一番はしゃがないのは最初はクラ、最後はダーだと信じたいそれも言ってるんだよどうだろう、花なもでもはしゃぐよ、はしゃぐよ。なんかね
一緒にさつきとね、さつき、あの一緒にさつきとね、サイヤネイルにねちょっかいかけたり、ツンツンってやったりしますね。で、ほんとね、はなな優しいです。そう、12期生のね、ファンの皆さんにさつきはね、12期生の子たちのね話を伝えていく係なのでね。そう、だから誰々の話教えてって言ったらね、そう、なんかそう、思いついたら話します。情報を提供する。美味しいから甘いか太郎食べてみてね。ね、気になる。ありがとう。見つけたら食べてみます。こんばんは、こんばんは。人生2回目うん、多分1回目で、なんかお父さんにもそれ言われた。多分さつきは人生が5回目ぐらいだと思うみたいな。そう、さつき多分ね1回目だと思うよ。そう、ヤンヤンつけ棒は駄菓子。あ、いや、あれは駄菓子じゃない、駄菓子じゃないんだ。だって駄菓子屋さん以外でも売ってるもん。でも好きです、ヤンヤンつけ棒、つけ棒も。あつきちおつきち、流れ星ありがとう。こんばんは、花焼け、花びらありがとう。一番食いしん坊は、一番食いしん坊か、どうだろう。でもさつきだと思います。さつきずっとケータリングのお菓子食べてた。でみんなにね、お菓子取りに行こうって言って、取りに行こうよって言ったらね、みんなね、いいよって言ってくれるのでね、せっせこせっせこ取りに行ってね。でもね、誰かが取りに行こうって言ったら、さつきもせっせこせっせこついてついてって、さつきもついでに取って食べてまたっていうのを繰り返してた。そう、だからね、さつきが食いしん坊かも。こんばんは、花びらありがとう。こんばんは、こんばんは。ヨーニャンの昨日の朝配信見てない、見てない、昨日の朝配信見てないです。ヤンヤンってヤンヤキみたいな名前だよね。なんでヤンヤンつけ棒なんだろう。ヤンヤンつけ棒はね、なんかさ、チョコクリームみたいなのにさ、ラムネみたいなやつつけるじゃん。そのラムネみたいな味が好きです。ニャンニャンつけ棒、あ、もうダメだ、ユアニャンにユアニャンにね、頭をね侵食されてますね。うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。初見です、ありがとうございます。ニャンニャンつけ棒、もうね、熟成の皆さんはね、熟成の方はね、ニャンニャンつけ棒がニャンニャンつけ棒に聞こえるらしいです。そう、じゃあね、そう、でも楽しみだね、明日、ワクワク。ひめたん先輩に食べっ子動物あげると喜び、はあ、お好きなんですね。さつきも食べっ子動物この前買った。違うんだ、ココハンがくれたんだ、食べっ子動物。そう、その制服の目 おめでとうみたいなやつでね。いや、あの、知ってますか、食べっ子動物になんかチョコレートが染み込んでるみたいなやつがあるんですよ。それがさつきめちゃくちゃ好きで、それのベリー味みたいなやつをね、ココハンがくれたの。とても優しい、優しいココハンでした。そう、めっちゃ美味しかった。だよね、みんなでね、お昼ご飯食べに行こうって言っててね、さつきがその待ち時間にボルボル食べてたのでね、はななに、今からお昼ご飯食べるのに、食べ子動物食べちゃうのって言われました。食べ子動物に食べちゃうのって言って、キチキチつけ棒します。キチキチつけ棒、やいやつけ棒、冷蔵庫に入れといたらチョコがめっちゃ固まっててつけられんかった。あれね、固まるよね。そう、でもね、逆に夏めっちゃゆるゆるだからね、あれ。おつちち、おつちち、食べっ子水族館のことかしら。でも水族館、あ、どうなんだろう。でも私食べたの動物だったよ。動物で食べた、そのシミチョコのやつ。年長メンバーで食いしん坊は誰で、最初柿、最後あ、あえ、でも柿ね、そこまでね食いしん坊じゃないと思う。年長メンバーで食いしん坊誰だろう、え、誰だろう。あ、もう思いつかない、食いしん坊、どうだろう。でも結構あれ、でもみんなそんな食べないね。どっちかって言ったら年少組がめっちゃ食べてます。はななに似てる気がする。私が、私が、ありがとう、めっちゃ褒めてくれた。そう、はなな、はななね、変わったんだから。はななね、優しいのよ、本当に。てか12期ね、優しいの。あ、ちょっと待ってね、前髪が気になってしまう。でもね、明日はね、みんなとね会えるから楽しみです、楽しみです。
わいわい食いしん坊、わいわい食いしん坊。ジェニティは誰も大食いのイメージがないな。そうだね、あんまみんな大食いって感じでもない。食べるけどなんかちょくちょく食べてるって感じだね。お月ち、お月ち、お月ち。それじゃあね、誕生を読みしたいと思います。今日はちょっとね早めで終わります。10歳の方、くろみちゃんの方、ありがとうございます。12位の方、黒髪ロングの方の女の子の方、ありがとうございます。11位はツインテールの方、ありがとうございます。10位は猫ちゃん、猫ちゃんじゃない、ワンちゃん、ワンちゃんの方、ありがとうございます。9位はタルパンダの方、ありがとうございます。8位はネズミさんの方、ありがとうございます。7位はそのキャップかぶってる女の子の方、ありがとうございます。6位はそのメガネサングラスかけてるね、アイス食べてる女の子の方、ありがとうございます。5位はそれギャルのね猫ちゃんの方、ありがとうございます。と4位はポチャッコの方、ありがとうございます。3位はそのメキシカンな猫ちゃんの方、ありがとうございます。2位はその緑色のオーラを放ってる男の子た、男の子の方、ありがとうございます。1位はヨーグルトの方、パチパチパチ、ありがとうございます。パチ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 、ありがとう、ありがとう。嬉しい話ありがとうございました。さつきちゃん、またね、またね、ありがとう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 。それではね、幕張で会う方は会いましょう。まだね、多分5月とかね、ツーショット会はね受けたままっておりますので、ぜひ会いに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、おやすみなさい、バイバイ。あ、ブログ見てね、昨日の。お疲れ様でした。バイバーイ。